クロワッスで、これびっくりしたのが、これ何だと思います皆さん。移動式のサウナだそうです。はい、どうもクロワッスです。佐藤さんとやってきております。つくば万博中見てみようと思います。この開口部いいっすね。そうですよね、開放的で、はい、カートラジャパンをね運営されてる野瀬さんもいらっしゃっておりましたということで、今後カートラジャパンだったりそういったところのイベントですよね、はい、クロワークス関わってる YouTube チャンネルも含めて関わらせていただければみたいなお話も出ましたんで、オシャンティーな感じ。はいはい、オシャンティーでございます。アングルで組んだだけの足回りでも武骨でかっこいいっすねこれ。いいっすねこれ。動くスナックアポロということで、こんな感じで皆さん楽しんでいただいてる。いいなぁ、汁の上に子供が乗って遊んでる絵ですよこれ。大丈夫か。でもこういう自由な感じがいいですよね。そうですね、絵になるなぁこれ。天井に庭がある。そうですね、スカイになりました。写真全部撮れます。よいしょ。中こんな感じになってんだ、すげえ。この雰囲気やばいですね。すごい世界観。そうですね、こんな感じで上が、上に人が乗れるっていう。いいな、高い。スタイルがもう超独特ですよね。はい、これは車ではない、家だけど建築物でもない。家賃とは問われてますね。で、不動産からの稼働さんで、これはただの軽トラだ。いいですねこれ、めちゃくちゃアイキャッチーですね。印象に残る。いや、こんな感じで独特なモバイルハウスですね。あれ、誰もいなくなっちゃった。で、これびっくりしたのが、これ何だと思います皆さん。移動式のサウナだそうです。おはようございます。座っていただいてありがとうございます。サウナ、あ、もうサウナ独特の木の香りありますよね、うん、面白い。いいな、温度計欲しいっすよ。あ、そうですね、温度計と砂時計欲しい。温度計と、あの NHK が、あった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 。温度計と、あと NHK で相撲が流れてる状態の。あ、高校野球流れてる時に出られないですよ、うん、回が変わるまで。そう、相撲とかもうあれですよ、もう本当に甲子園とかのずっと流れてるイメージですよね、サウナって、うん、いいなこれ。モバイルサウナでございましょう。でも高さだといえばこれだけのスペースここにも作れるっすね。やっぱ上に座った方が暑いんですか。そうです、上がビップ席って言われてフィンランドのストーブなんですけど、やっぱフィンランドもオタクが作ったサウナって足がこれより高い位置に椅子を設計してるんですね。だからどっちかってここはまろやかゾーンで、ここから上に全身置ける場所はビップ席なんですね。ビップ席、はい、皆さんこちらはあのビップ席でございますと。へえ。いや、ここで90度まで上がるって言いますもんねこれね。はい、すげえ。ちょっとテンション上がりますねこれは。ここの高さ、これまた多分少し後で増設しているような感じだと思うんですけど、立てるんですね。そうです、ここの高さがあるからこう登りやすいみたいなところなんですよ。もあるし、はい、あと、お、なんかあるんですか。やっぱりこうやってちょうどぴったり、はい、作るように、そこをちょっと立て増し、はい、それから増築したみたいな感じですね。最初なんかこんな感じだったんで、はい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 、そうですね。そうするためにここに高さ出したみたいな、はい、すげえ、これはすごいっす、マジで。はい、ということで N バン、これね、ホンダアクセスさんが出してるメットキットの他にロゴスさんが専用で作られたマット、社外品ということで入ってるんですけど、これすごいです。ここの後ろのベッドキットに関しては完全にホンダアクセスさんが出してるベッドキットなんですけど、このヘッドレスト置きがここにあって切れてるんですよ。で、エアでかなりパンパンなんですけど、びっくりしたのがこっちなんですよ。ここっす。こっちはシート寝かしただけなんですよ。あ、で、そのままここにボンとこれを、ロゴスのこれを置いちゃってるんですけど、こんだけ分厚くてこれだけ硬いんで、ある程度フラット状態無理くり作れちゃってるっていう。 N 版に関しては2面収集考えると結構レイアウト使ったりもするんですけど、
こういう力技もあるんだなと。まあこういうような形で若干歪みはしますけど、寝てスペース決まってしまえばそんなに。 N 版で2面就寝ってなってくると、どうしても運転席側のこのスペースのどう活用するかみたいなところが出てくるんですけど、こういった形で可能で、反対側は全部シート寝かし込むことなく、このまま前に倒してるだけなのか、シートバックを。こんな感じですね。そちらがどうしてもシートの部分あるんで、まあ、間に機内服を丸めて突っ込んでた方がいいかなみたいなところもありますね。こっちに関してはもう完全にここシートバック倒してフラット状態になるアクセスさんのこのベッドキットが来てるんで、ほぼほぼ完全フラット状態作れてるって感じですよね。一応 N 版こんな所見でございます。停止してゆっくり全部見てもらえれば、あのね動画のね維持率っていうのも上がってきますから。これ純正オプションで引っ掛けるだけなんですよね。ポコッと、それもちゃんと引っ掛かるようになってるのがすごい。そうですよね。あ、そこにも入るようになってるんですね。2段、2段、あー、ね、はい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 、2段式でこっちにもこっちにもはめられるようになってると。そう、視聴者さんこれ作ってました、コンパネ切って。開口部がしかもこれスピラレスなんで、ここの開口部に関しては N 版すげえなって思うとこですよね。広いのだいぶやっぱり扱い方が違います。いや違います、こんだけ広いと、間口が広いと、後ろのハッチバックの大きさだけだと入れられないものまでここだったら入れられちゃうみたいなのがあると思うんで、そういうなところはかなりいいなというふうに思います。ここが地味に良かったなと思うのは、はい、ティッシュ、あ、このティッシュ、あ、これいいな。これオプション扱いですもんね。これオプションで、オプションにはもうティッシュペーパーのこの口がついてるってことなんですね。はい、これ女性受け良さそうですね。男性も喜ぶ。はい、もう男性も喜ぶ。あの今のねこの花粉症の時期でございますよ。これはありだな。面白いです。オプションでこれがつくのは知ってたんですけど、ここにティッシュの穴が開いてるとは俺知らなかったな。面白い。でやっぱユーティリティなどが多いんで、 N 版に関してはこうやって純正のオプション品でもあるとは思うんですけど、いろんな拡張が自分でも DIY で作れるってとこはでかいですよね。はい、ということでぐるっと一周、はい、ということで、もう一回、もう一回、はい、いきます、もう一回いきます。はい、ということで、ということで、つくば万博一周ちょっと回ってこさせていただいて、いろんな方とお話しさせていただきましたということで、佐藤さんと一緒にやろうとしてるレンタカー事業のヒントだったりとか、はいはい、カートラジャパンのね、運営されてる野瀬さんともお話しさせていただけたりということで、いろんなところでまたね、つくば万博来たことによって関係を広げるよとか、一緒にお仕事ができそうな人たちとお話しさせていただくことができましたと。これ結構身寄りあったんじゃないですか。そうですね。普通に見れないような車とか。そうっすね。うん、パンチが効いてる車が。パンチ効いてたっすね。あのもうシェルモバイルハウスに関してはもうパンチ効きまくってましたよね。そうですね。であともうあの、はい、まさかのサウナ。そう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 、移動サウナ。そうです。あの発想はすごい。はい。ということで、あの、そんな感じでね、なんだろうな、遊び心ある車も一緒に展示されてたりとか、垣根なく、いろんな人が参加できるような形のバンライフっていうところですね。キャンピングカーとか、今もできつつある車中泊っていうところの枠だけじゃない、バンライフとか、そういうのはちょっと幅の広がったキャンプとか、アウトドア全般。そうですね。だから、その、うん、泊まるだけじゃなくて、本当にそう、ライフスタイルというか、そうですね。自己実現っていう言葉が合ってるかもわからないけども、はい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 。それ、その、自分の欲求だったりとか、うん、趣味とか、うん、思考を形にしたものが多かった。あ、そうですね、うん、だそういうものが少しずつ製品化されていくとか、ね、少しずつサービス化していくっていうところの今過渡期にあるようなイベントの内容で出展し合って、いろんな人たちと知り合ってつながって、ああじゃないこうじゃないって言って一般の方も普通に入ってきてもらってっていうような、すげえブレて ぼやけてるけど大丈夫これ。はい、っていうようなね、そんな感じの雰囲気だったかな。もう完成されたものでこうですよっていうようなものではなくて、みんなで手作りでやっていこうっていう感じがすごくいいなっていうふうに思いましたっていう感じですね。風が吹いてたけども暖かかったですね。いや、そうですね。で、もう雨予報だったのにがっつり晴れましたからね。本当ですね。つぶら雨男言われてますが、今日はね、まあちょっと風はありましたけどね、雰囲気のいい中でつくば万博楽しむことができましたという感じでございます。連れていただいてありがとうございます。いや、こちらもありがとうございます。はい、ということで、いや、はい、はい、ということで、はい、今回ね、つくば万博来てみましたよみたいな動画ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とありがとうございます、チャンネル登録お願いいたします。はい、ツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログ、こちらの方もね、チェックぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。
車中泊仕様の車とかっていうのを体験をサービスとして提供していくっていう動きを全体から感じることができたんで、そうですね、そういったところをクロワークスとしても一緒にやらせていただいてご提供できる環境を作っていければなと思いました、はい。